インターネットグループマネージメントプロトコルとは、IP ネットワーク上でマルチキャストを行うために、マルチキャストに参加するホストのグループを設定し、ネットワークに通知するための通信プロトコルである。マルチキャストは動画や音楽のストリーミングなど同時に多数のホストへ同一のデータを送信するときに通信を効率化する技術である。IGMPは IPv4 ネットワーク向けのマルチキャストプロトコルであり、インターネットプロトコル上に直に実装されている。一方、IPv6 では同様の役割を担うマルティカストリスナーディスカバリーが ICMP6 上に実装されている。IGMPはインターネットエンジニアリングタスクフォースによって定められ、リクエストフォーコメンツとして公開されている。2011年現在 IGMPv3 が最新の規格である。IGMPv2 ではグループからの離脱を通知する方法が追加され、IGMPv3 では指定された IP アドレスからのみ、マルチキャストを受信する方法などが追加された。IGMPにホストとして対応している OS には、フリーブスドや Linux、Microsoft Windows などがある。IGMPにルータとして対応している。ルーティングプログラムには、mrouted、XORP、Quagga などがある。IGMPは一般的なアプリケーションで用いられるほど普及しておらず、また Windows では DoS 攻撃に利用される可能性のある脆弱性が過去に発見されたことがあるため、及び IGMP には認証機構がないために攻撃者がマルチキャストを用いて帯域を占有する DoS 攻撃を行う恐れがあるためか、ファイアウォールではデフォルトで IGMP による通信を許可しない設定になっていることが多い。技術的詳細については RFC をご覧ください。IGMP で定義されるパケットは3種類である。64ビット以降は IGMPv3 以降で新たに付け加えられた。ある特定のホストが送信するマルチキャストのパケットのみを受信したい場合、グループアドレスにPIM SSM 用グローバルアドレスに割り当てられた範囲の中から IP アドレスを一つ指定し、ソースアドレスに送信元ホストの IP アドレスを指定する。この機能と PIM SSM を併用することで、ホストごとにグループアドレスをあらかじめ割り当てることなく、そのマルチキャスティングにおいても効率的な転送ができる。この機能を使わない場合は、ソースアドレスの数に0を指定する。この場合、参加するグループアドレス宛てのパケットは、送信元ホストに関わらず、すべてのパケットが受信される。IPv4 や IPv6 のマルチキャストは、専用網では IP 放送のためのネットワークとして商業的に利用されている。インターネットでは、構成しているネットワークのルータが、マルチキャストに対応したものに置き換わることはなかった。IPv6 網では、ネットワーク機器は当初からすべて MLD に対応しているが、ISP 間レベルでのマルチキャスト経路の構成は実験的に行われているだけである。ありがとうございます。